こんばんばはカルロス・ゴーンさんのことについてね、やっぱ堀井さん、堀井隆美さんの解説がむちゃくちゃ分かりやすくて、で、報道されてないところもちゃんと話してくれるんで、非常にね、伝え方も上手ですし、私はやっぱりね、この解釈が一番的をいてるような気がしますし、まあ、なんとしてもね、私はカルロス・ゴーンさんの言うことを信じるかなっていうところですよね。 あのまあ、私がね信じようが信じまが別に関係ないといえば関係ないんですけどもあのやっぱり私が思うのは日産車は大好きでねずっとセドリックも乗ってましたし途中から私もセルシオになったりとかね最近はトランザもなってるんですけどもやっぱ日産の車っていうのは基本的に大好きなんですよね、まあ、その中であの愛する日産がちょっとね傾いて日本人の誰もがねこの立て直しにもう手を焼いていたわけですよ で日産っていうのは2兆円の借金を作って、この日産の業績が悪いってことは日本政府の業績も悪くなるってことですし、やっぱりねたくさんの下請け会社もすごく苦しくなるわけですよね。うんまあでそこにもうフランスルノーにお願いするしかないとでもうゴーンさんに。 お願いいするしかないと日本人で日本の会社の立て直しは不可能だってことでもうほんとすがるような思いで来てもらったわけですよねゴーンさん断ることもできたんですけどもやっぱり来てくださったんですよで、えー、日産という会社を繁栄に導いてくださった、まあ、ここに関してはあのー、カルロス・ゴーンはリストラしただけだろみたいなこともあるんですけどもはっきり言って日本人がねずっとリストラできなかったからあーゴーンさんがやってくれたというところもあるんですよというのが あの会社っていうのは私もねあの小さいながら会社経営をやっていたりとか,やっていたりとか社員を雇ったりして分かるんですけども社員全員が利益を出してくれれば誰一人クビにしなくていいんですよねでも利益を出してないのに給料だけ持っていく人極端な言い方しますけどねそういう方がいる限りは会社って赤字に向かうわけですよでしまいには社員一人もクビ切んなかったら会社が潰れるんですよねでまさにそういう現象が起きている部分もあるのかなと思いますし まあこれは日産に当てはまるかどうかかんないんですけども日産もあの社内の人間全員がね力を持っていれば傾かないわけですよね。だからやっぱっぱりどかで あの首を切んないといけない人とか約束をね是正しないといけないところになかなか切り込めなかったそれは派閥っていうものがあったりとかあ法,法律の問題があったりとかできなかったと思うんですよそれを外資から来た人がねもうそういうしがらみとかなんとかじゃなくって完全に日本を日本じゃないあの日産を復活させるっていうミッションを一番上に置いたからこそできたことだと思うんですよでもおそらくそれまでの日本の会社の経営っていうのは日産に限らず 社員を守るっていうのが第一になってきてそのためには会社本体がどんな状況になってもいいみたいなねそんなゆがんだ構造になっていたんじゃないかなってことなんですよ、まあ、あの実力主義みたいなことになるとそれはそれで問題が起きたりとかね失業者が溢れたりとか寂しいことになるんですけどもただ経営ってものを見るときにあの会社にコストとなるような人材っていうのはいらないわけなんですよね人材っていうのはよくね人の罪って書きますけども人の罪ですよね だから赤字を出す人って人が罪になってるわけなんですよそして赤字は出してないんだけども利益も出してない人は人材って,言って人がいるって書くんです、ね、人があるただいるだけみたいなねで人材ってのは何かっていうと人が財産になるってことなんですよいればいるほど業績が上がるいればいるほどお客さんが集まってくるいればいるほど新しいアイディアで新しい体制を作ってくれるみたいなね時代に即した形になっていくみたいなことだと思うんですよねでそういうことをいろいろ込みで言うとやっぱりねまたゴーンさんにはすごくね恩があると私は思います日本全体がですよ あの残念ながらリストラにあって当事者として、ね、クビになった方はそれは気の毒なんですけどもじゃあ,あのひどい言い方になると思いますけどもね利益を出している人とか会社に有益な人はクビになりますかってことを考えた時にやっぱりねあの組織として必要な人と必要じゃない人のふるいにかけられる部分ってのはあるのかなと思うんですよ。 まあ私のことを言えばね私は社長として失格だったので会社が潰れたり店がなくなったりしたわけなんでその責任を自ら取ってるってこともありますんで私が一社員だったらね多分真っ先にクビになってる人間だと思うんですよだから私も自分のやったことの結果っていうのはやっぱこうね責任を取らないといけないなって時もあると思いますし会社に属してる以上クビになる可能性っていうのはいつもある。 っていうことはやっぱり背中に寒いいいいいももののを感じないといけないのかなととけかっていうところもありますあと会社に行くのが当たり前じゃないですからねいさせていただくっていうか通わせていただいているとそしてその会社を選んだのは自分でありその会社に必要な人間にならなければいれないっていうのが覚悟できているのが大人の働き方だとは思うんですよねアルバイトじゃないですからねタイムカードを打てば必ず働かせてくれる環境ではないと思いますから、まあ、ちょっと話ずれましたけどもカルソゴンさんにしてみるとあのなんて昨日の会見っていうのは 通りっぺんのことを言ってるような感じがしましたしまたなぜかね多くの方っていうのがどんな方法で国を出たのかってところに終始してるんですよ日本のメディアも同じですそこが聞きたかったのに語られてなかったみたいなはっきりっそんなんどうでもいいんじゃないかなと思うんですよどんな方法で出ようが楽器ケースに入ろうがねバイオリンのケースに入ろうがあールービックキューブの中に入ろうがコーヒーカップの中に入って出ようがどうでもいいわけなんですよそんなことをね話題にするなんてもう時間の無駄なんでとにかくカルロス・ゴンさんはレバノンにいるっていうことがものすごく大事なんですよね でそっから派生してねあのさ、ー、まあ、ちょっと長くなりますのでもうやめときますけども日本のメディアが本当にねソースカン食らってるわけなんですよゴーンさんに対してですよゴーンさんからソースカを食らってて当てにならないともうね完全に検察とグル,ルになってるからあの結局報道っての変更されるとで私も今日はねあのいろんな各社のテレビの ホーをほうね見て感じたんですけどもあのあのゴーンさんが全く意味のないことをやってるっていうのは印象を与えたくてしょうがないような感じなんですよねすごく大事なことを何回も何回も言ってるわけなんですよ私はそれを感じ取ったんであの記者会見っていうのは2時間半に及びましたけどもこれ全てがねすごくいい材料になったっていうふうにしか思えないんですけどもあの会見が意味がないとかっていう解釈もあることはあると思うんですけどもそれは意味が全然受け取れてない前提条件がなさすぎる人の問題であって多少なりともね背景をあどうもどうも由美さん えー、どうでもいいですよね、出国方法なんて。それは興味があるかもしれませんけどもね。<laughs> じゃあ出国方法が分かったからって言って、じゃあカルロス・ゴーンさんの罪がどういうふうになるのかってもう関係ないじゃないですか。 まあもちろんね、あの、どんな方法で出てたのかってことは、検察とか外務省とかが調べて、そうならないように防止するっていうのはあると思いますけども、少なくとも私たちがテレビメディアを通じて知りたいことでも何でもないんですよ。そう、レバノンから今度はね、他の国に行けなくなっちゃったんですよ。これが何を見せるかってことなんですよ。これをね、ある人は、あ、レバノン政府もゴーンさんの敵に回ったなって考え方もあるんですけど、違うんですよ。日本政府が、じゃあ要請しても、 レバノンでは出国禁止にゴーンさんしちゃったんで日本に送,るか送り返すことはできませんって言えるってことなんですよねだからどういうふうに捉えるかによって全く違うんですよそれから今日あの法務省の方からね連絡がありましたけどもいかなる機弁を漏してもちょっと言い方違うと思いますけどいかなる機弁を漏しても不法に出国したことを正当化できないって言うんですけどこれもまた外れなんですよあのゴーンさんは あのこういう方法で国を出たのはそれはいけないことだって会見で言ってるんですよだからそこを逃れようと思ってるんではなくて何で私が逃れるっていうねその作戦を取ったのかってことは日本の司法制度があまりにもひどいということなんですよ具体例も言いましたけども取引あのなんですかねあの取り調べをお前検察は漏洩してるだろうとマスコミにリークしてるだろうっていうのは本当にその通りで だって、本当は密室でね、やってるはずなのに、なぜかマスコミに流れてるわけですよ。マスコミから我々がどんな取り調べを受けてるのかっていう知れるっていうのは、これは完全にこれ違法なわけなんですよね。検察の違法なわけですよ。この辺は堀江貴文さんほか、あの、専門家の方もね、言ってますけども、本当にこういうことをね、全く誰も手を出せない。こういうことに対して歯止めがかけらんないのに、ゴーンさんの どこが罪なのかわかんないところをずっと追及していってねしかも今日安倍総理も言ってましたけどもこんなのは社内で処理することでしょとそんなことにうちの検察使わないで刑事事件にしないでっていうふうになってるわけですよではっきり言ってそうなんですよ社内で処理するべきことを会社のその西川社長とかがね前社長とかが検察に行ったわけなんですよ自分の力がないもんだからもう検察の方でもう強制的にゴーンさんをもうね追い出そうみたいな工作になったわけですよ、まあ、そう考えたら全部が もうまっすぐ一本の糸に、ね、繋がるわけなんですけどもまあまあでもね分かりにくいですよねこういうところはあのー、でなんですかね検察とかねそれから刑事さんから取り調べを受けるっていうのはどういう状況かっていうのは実際にやってみると本当に我々が印象を持ってるのと全然違いますからね、あのー、私は当事者として申し上げますけどもそんなに、あのー、公平な扱いとか人権を尊重された扱いは今でも受けてないです、あのー、だからね だ実際逮捕してみればっていう風な話にはならないんですけどもやってみるとね本当に精神的に参りますよ私もかなりタフなんですけどもさすがに苦しいですよねで私が何で耐えれるかって言ったらすぐに視線弁護人を雇ってねいくらかかってもいいから視線弁護人を雇って毎日設計に来てもらったんですよで弁護士さんに励ましてもらうことによって自分の精神が持つわけなんですよ で、1日経ってあ明日は弁護士さんとまた30分話せるなと思ったら励みになるんですよ取り調べにもやっぱり屈することなく正直に話すことができるんですよねでもこれがなかったら弁護士さんに会わせられないとかになると家族に面会が許されないってことになったらこれね本当にへこみますよ相当ダメージ受けて結局辛いのってなんかね私なんて特になんですけどもあの牢屋に入れられて誰とも話せないっていうのが辛いんですよ だからね金曜日の夜になると土日ってあの基本的に休みなんで誰とも会えないんですよ、独房ですしね、すごい暗い気持ちになって、もうこっから逃れたいなってなるわけなんですよ、でもそうなったら終わりなんですよ、そうなったら終わりなんで、やっぱり自分がやったことは、それはねやらない言わないといけないけども、もやってないことまで認めることはないと思うんですよね。で、えー、カルロス・ゴーンさんも、あのーまあ、多少のなんか、ね、いろいろあったんでしょうけども、 まあ少なくとも刑事事件にしたりとか毎日ワイドショーで語るようなことではなくて社内で十分処理できることだというふうに私はあのまあね会社を20個ぐらいやった立場としてね小さいながらも思いますねこれ社内で処理することとあの警察に入ってもらうことっていうのは全くレベルが違うんですよ全く違うんですよねだから会社内で処理できないような例えばね誰かが誰かを殺したとかうんなんか陰湿な方法で あなんかね外部勢力をね反社会勢力を雇ったみたいなことになるとそれはね社内では処理できないかもしれませんけどもあの税金がどうとかねあのお金の動きがどうとかっていうのははっきり言ってそれは社内でやることですよね改正監査会計監査とかいるわけですしそれから取締役会もありますからあの面倒な人はすぐに罷免して辞めさせればいいわけなんですよだからそれをせずにあのこういう方向に出るっていうのはあの、まあ、会社に対する配信行為でもありますよね。 で結局これ今回の動画のまとめになりますけども日産社内の人がね日産の印象を落とすようなことを実際にはやってるわけですよそうなることによって株,株主株主の利益に反してるわけですよねで会社ってのはあれほど大きな会社で株主のために運営しないといけないのに株主の利益を損なうことばっかり毎日毎日やって で、どうしようもないわけですよね。で、腕利きの人を辞めさせて、で、どうにもなんない人がまたトップに付くみたいなことをやって、で、これからまた日産っていうのはね、どん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 凋落していくわけですよ。で、逆に言うと、トヨタってのは素晴らしいですよね。あの、なんか新しい都市構想みたいなんで、あの、静岡かどっかに70万ヘクタールぐらいの土地でね、なんかこうやってしまうみたいな、これすごいですよね。日産がね、ごたごたやってる場合じゃないんですよ。もう、はっきり言って、トヨタの傘下に入るぐらいの勢いで、新しい時代の車産業っていうものを切り替えていかないと、あの、本当最後のとりですよ。 自動車産業が新しい業態転換していくのを私たちが応援するっていうのがでこんなね内部構想を刑事事件までにして国を巻き込んで国家間の争いまでして毎日の「いでしょで語れるもんでもないですしねうんで私はまあねあのすごく興味がある内容だったんで毎日毎日食い入るように見てますけどもで私なりの意見もあるんで間違いだらけかもしれませんけどもねああ なんか喋れてスッキリしたってことでございます。深夜にすみませんでした。<laughs> それではね、カルロス・ゴーンさんがね、日本を嫌いにならなければいいなと思いながら、そして、これからもね、気持ちよく日産車に乗りたいなと思っております。えア、ー、メ車大好きなトランザム乗りの久保でございました。あ、ありがとうございます、松本さん。またね、あの、お話しさせていただきます。もう深夜なんで、眠くなりました。<laughs> すみません、ありがとうございます。失礼します。